にちは、ビオキチ太郎です。今回はですね、川崎市内で起こった民間病院ですねで起こった結核の集団感染が発生したということについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は川崎市の市内での民間病院で、ここの民間病院だけなんですけど、名前が出てないということがちょっとんっていう感じなんですけど、20代から70代の男女12人が感染したということで、しかも11人が発症したということですね。そこちょっと問題があります。はい、看護師さんと過去の入院患者の方が発症、感染または発病したっていうことですね。今調査してるらしいんですが、はい、これについてですね、客観的な意見としては、まあ、病院が知りたいということと、結核にかかったら半年間は、まあ、何種類かの薬を飲み続けないといけないっていうことで、まあ、大変っていうことと、あと、まあ、結核菌に、まあ、結核にかかった人はもう結核菌は体内から出ないので発病するまでずっといるみたいな、まあ、発病してもいるんですけど、まあ、なので、まあ、大変っていうことですね、まず。まあ、怖いっていうことですね。近場で、まあ、これとは別に結核が発生したっていうことで、まあ、大変な思いしてるので大変っていうのは分かりますっていう話とかもありましたね。ということで、自分の気持ちとしては、まあ、まず同じように民間病院の名前発表しないと、まあ、その病院とかって行きたくないよねっていう、結核にかかっちゃうかもし行ったらかかっちゃうかもしれない、そんな病院に行きたくはねえよっていう話は分かりますね。普通に俺も行きたくねえし、とあと、そうですね、発病したということで、感染して発病した、発病するまでの過程としては、まあ、結核にかかります。結核にかかったら、まあ、かかったらかかっただけで、まあ、基本的には発病はしないんです。まあ、いるだけ結核菌が体内に。で、発病するとしたら免疫力が低下した時に発病するということですね。だから、免疫力が低下している高齢者の方とか、まあ、あとは看護師さんも発病したということで、看護師さんとかで夜勤とかあるじゃないですか。それで、免疫力とか、まあ、体力とかが落ちてる時に発病したんじゃないかなっていう印象はあります。で、結核って基本的にかかったら隔離するんです。結核がうつるっていう過程は、まあ、空気感染、まあ、軽気道感染というんですけど、まあ、結核にかかった人が、まあ、そこからまあ息を吐いたらとかそういうことで、まあ、近くの人がその結核菌を吸い込んでかかるみたいな、そういう話ですね。まあ、なので結核菌患者、保有者っていうのが分かったら、その人はまあ隔離するっていう形がまあ基本的なことなんですけど、まあ、それがまあどんどん分からない状態で結構長くなっちゃったのかな、なんか。あ、でも12人のうち看護師が7人なんだね、多いね、看護師さん。こっから見るとすごい、なんか夜勤とかすごい大変だったんだろうなっていうのと、あと、まあ年齢的に結構上の方だったのかなっていうのがちょっと印象的に思いました。結構なんか発覚するまで長いよね。なんか、人数がある程度、人数がいったら、まあ、厚生労働省に伝えないといけないみたいなんだけど、もう早く伝えればいいのにと思って、まあ基本的にマスクは必須です。普通に、風邪とかももらいたくないですよね。だから基本的にマスクはした方がいいと思いますよ。電車内とか
閉鎖されてる空間とかってもうウイルスとかが蔓延してるのですぐもらっちゃいますね。まあすごい免疫が強い人はあんまかかんない人とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、自分は結構かかりやすいので本当に結構マスク必須だったりします。まあ、夏とかは厳しいんですけど、まあ、夏以外だったらした方が無難ですよ。まあ、なんか風邪とかにかかった時になんか辛いじゃないですか、風邪とかかかったら。なので帽子として、まあでも基本的にマスクも 100% 完全じゃなくて通っちゃうものもあるので、まあ、基本的にマスクって自分が吐くのを防止する役目があるので、でまた違ったマスクで、入ってくるのを防止するマスクとかもあったりするんですけど、まあ、基本的に市販されているマスクは自分の菌を出さないようにするためのものです。はい。まあ、ただ、まあ、少しはカットしてくれるのでマスクした方が無難ですよっていうことですね。はい、ということでですね、今回は川崎市内にある民間病院から結核の集団感染が発生したということについてお話ししてきました。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。